キリエさん。またしまったか。すまないな。ううん、私も今来たとこやから行きましょう。はあ。あれ、うん、てめえが散々俺にねだったせいでこっちは借金抱えてんだぞ。責任取れ。そんなの私のせいじゃない。頼んだそっちが悪いんじゃないですか。シャンパン頼まないと嫌だとか言ってたじゃねえか。散々頼まされてその上出禁にされてよ。もう許さねえぞ。やだ、誰か助けて。揉めているな。キャバ嬢と客か。貢いだ男の悲しい末路ってとこだな。あれ、うちの女の子。え？あ、おい、何やってんの？リオナさん。だからいつも言ってるやろ、お客さんに無理させすぎたらあかんって。ごめんなさい。まさかこんなことになるなんて。おいおい、なんだてめえは。お客様に無理強いしてしまった点は申し訳なく思ってます。ただあくまでもご注文されたのはお客様、この子の責任と言って殴るのは筋違いかと。何言ってやがる。女のくせにいい気になりやがって。もういい、てめえから先に殴ってやるよ。キリュウさん、ごめん。悪いが、こいつは俺が指名してる大事な女なんでな、てめえに殴らせるわけにはいかねえんだ。てめえぶっ殺してやる。私に謝ることじゃないよ。でもリオナさんがいつも言ってることを守ってたらこんなことにはならなかったから。私、リオナさんがお客さんに無理に注文させないの見て甘いなとか思ってました。キャバ嬢は結局売り上げが全てなのにって。でもやっぱり違うなって。リオナさんのお客さんは絶対こんなことしないもん。みんなリオナさんを慕って指名して楽しそうに帰っていく。私もやっぱりそうなりたいなって。こんな悲しい思いしたくないし。きっとなれるよ。大丈夫、いくらでも応援するから。はい、私も良心的なキャバ嬢を目指します。ありがとうございました。よかったじゃねえか、期待の後輩がまた一人増えたな。うん、キリュウさんありがとう。何だが、ああいう時は最初から俺に頼れ。女に怪我されたら男のメンツが立たねえ。そうやんね、ごめん。私あの子を守りたくてつい。気持ちはわかるし、お前のそういうところは嫌いじゃない。だがもっと人に頼った方がいい。人に頼ることは弱さじゃない。人を頼れるってのは強さでもあるんだぜ。やっぱりかっこいいな、キリュウさんは。さ、仕切り直すか。行きたい場所があるんだろう。うん、行きましょう、キリュウさん。場所好きなんよね。一人になりたい時によく来るの。でもいつか好きな人ができたら一人じゃなくて二人で来たいなって。キリュウさん、今日はありがとう。目を閉じてもらってもいい？これからもずっとそばにおってな。